こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、ウィザースケルトンの討伐数が累計203体になりました。頭5つ目をゲットしてからは、もう56体討伐しています。出そうで出ないわね。ここまで来るとさすがにそろそろという気もするけど。さて今回は、ネザー要塞を連続探索する合間に、時々待機する作戦で行きます。描画距離8チャンク縛りの中では、今のところこれが一番数値の良さそうな借り方なんです。安定しないけど、普通に狩るより2倍くらいは脇がいいものね。あれ？ブレイズいませんね。まあいいか。うわぁ、ちょっと焦ります。ところで、そろそろ終盤だと思いますので、過去のデータをグラフ化してみました。グラフの方はざっとこんな感じなんですが、横軸がプレイ時間で、縦軸はウィザースケルトンの討伐数です。討伐数は、ドロップ増加2で頭1つをドロップする期待値が 28.6 なので、28.6 刻みに線を入れています。なので、この数字は期待値通りなら頭を入手できる数となっています。数字から伸びている先が、実際に頭を入手したグラフ上の位置です。こうしてみると、傾きがどんどん急になってきているわね。こうやってグラフ化してみて、ようやく結構効率上げることができていたんだな、と実感しました。振り返ってみると、キーポイントとなったのは、聖地、脇層、トロッコ、それにとどまる作戦の4つでした。ちなみに、描画距離10チャンクの検証を行っていたのは、この辺りの26分間です。ここだけ安定してぐんと伸びてるわね。さてやっと終わりが見えてきた感じがしますが、ほんとここまで持ってくるのがきつかったです。経験的には、この手の解析は6割型の仕組みが分かってきたあたりで、初めて全体像がなんとなく見えてくるんです。それまでは何を試すにしても暗中模索で、試した結果も半信半疑に陥ります。感覚的には、ウィキに書いてあるのは4割型までですね。ウィキだけでは全体像は見えてきませんでした。さてまずは、基本に戻ってネザー要塞四隅で2分ずつ待機してみます。32メートルより離れたモブが2分で9割ディスポーンするはずです。ただ前回の予想に基づけば、ダメな時は待機しても無駄なので、4箇所のうち1箇所でもうまく当たることを期待します。お、湧きましたね。1箇所当てたかな。さて、ちょっと連続で探索してみましょう。まだ脇が甘いかな。2周探索しては来ませんでした。今度はネザー要塞の四隅で1分ずつ待機してみます。1分待機では5割しかディスポーンしませんが、割と当たりにくいようなので、数打った方が良さそうですね。やっと来たー。これで累計205体です。よし。これで四隅の待機終了。これで206体。また脇の間隔が少し空いたので、また1分待機です。今度は要塞中央で待つのね。今は南東と西にゾンビピックマンが脇残っているので、そのディスポーンも狙って待機場所は要塞中央を選びました。これで207体です。5つ目の頭をゲットしてからもう60体ですよ。8分の1くらいの運の悪さに入りました。おお、燃えてる。ネザーだと燃えてダメージ受けるモブは限られてるものね。これで209体。弓で撃たれて2回連続クリティカルが出ました。あれ？またここで湧いてたみたいです。
それはトロッコチャンス到来ですね。さあお食べ。うおー、私は美味しくないですよ。慎重にもう一度トライ。よし、パクついた。来たー。おお、動かざること山のごとしが、ついに動いたわね。さあ追いかけますよ。ダメージ受けないようトロッコ20にします。もう行っちゃったわよ。いいの？あ、トロッコ20作戦失敗。まあいいか。ちょっと距離が空いてますが、ある程度間隔空けないと次の階段のところで衝突するんですよ。おお、いい感じじゃないですか。おお、迫力ありますね。確かになかなかいい感じね。見えた。狭いところもダメージ受けながら進むんですね。いよいよ追い詰めてきました。もう逃げ道はないですね。逃げ道ないのはテリーの方じゃないの？あら、こんなにちっちゃくなっちゃった。ここまでか。でも、ついにやり遂げました。何度も失敗して、一時は諦めかけていましたよ。ほんと、長かったわね。ほんとよかったです。でも、これ達成して何か意味あったの？無駄に見えたかもしれませんが、実は乱数調整です。藁にもすがってたのね。これで210体。要塞一周して湧かなかったのでまた1分待機してみます。うお、びっくりした。タイミング合わせて剣振ってるし。ちなみにこの隙間開けとくと建物構造上、気持ち湧きが良くなるはずなんです。さて、当たるかな？おお、当たった。なんか今の、要塞の攻防戦みたいだったわね。要塞ですからね。お、湧いてる。これで212体。しかしほんとドロップしないですね。待機中に、少しでも手入れすることにしました。単にじっとしてるよりは、わずかでも湧き率を上げる作業をしてた方がいいですね。久々にディスポーンするまで待ってみます。あ、普通に奪われた。よいしょ。おお、なんとかなった。動きは早いけど、タイミング読めるものね。さて、また脇の間隔が空いたので待機ついでに改築します。あれ？ここはもう少し先までネザー要塞が伸びてたのか。前にこの真上でブレイズが湧いた時、ネザー要塞の外で湧いたものだと思っていたのですが、どうも間違いだったようです。うわぁ、ちょっと焦った。こっちもゾンビピッグマンが湧いちゃってますね。また1分待機で半分ディスポーンを狙います。これで213体。うお、やばい。壁際に挟まれ連続攻撃食らいました。これが怖いです。お、こっち来た？下にも何かいますね。これで216体です。もう、5つ目の頭をゲットしてから69体討伐しているんですけど。10回に1度未満の運の悪さね。
この3体で、219体です。ついにこれで220体。まだいる。出ないか。といったところで、またも出ませんでした。運が悪くてすみません。今回のプレイで集め終わるという根拠のない自信はあったんですけど、結果はご覧の通りです。グラフの方は、討伐数が222体まで伸びました。今回プレイしたのは丸の部分です。傾きはまあまあいい感じよね。湧き具合はだいぶコントロールできてきた感じです。では今回はこんなところで。ではまたね。バイバイ。